こんにちは、速稼寺の久保です。今日はなんか暑いですね。午後ね、公園に行ってみるとちょっと汗ばみました。というのも、うちの大和くんがね、初めて公園を走ったんですよ。靴を履いてもらってね、外を歩くのは初めてだったんですけども、歩くどころかダダダダと走りまくりましたね。いやー、楽しかったな。やっぱりね、靴をね、履くのにちょっとした違和感が最初あるんですよね。で、屋内履きをしばらくやってみたんですけども、なかなか長くは履けなかったんでね。人は進化、成長するってことでしょうね、きっとね。私たちはね、今どんな新しい靴を履いたでしょうか。新しい、どんな挑戦をしたでしょうか。それは最初は履きにくいと感じていても、思いっきり突っ走れるようになるまでそんなに時間はかからないと思うんですよ、うん、そう考えてみると、私がね、アフィリエイトってものを麻雀屋の親父からアフィリエイトを取り組んでみて、100万円を稼ぐのに本当に2ヶ月もかからなかったというね。麻雀屋でやるたんびに毎月100万赤字でも、アフィリエイトだったら2ヶ月もかからずに100万円以上稼げて、でもう赤字がね、埋まるという。本当ね、挑戦の向こうに何があるのか、これからも見ていきたいなと思います。そしてその記録映画を私は自分で YouTube というものに残してるなと思ったね。楽しみでしょうがないですね、これからも。そしてこの私のアクションに付き合ってくださる速稼寺の皆さん、これからもね、私先頭をぶち抜いていきますからね。今度はね、暗号通貨のディファイで勝負していきますから、まあ見ておいてください。一人でも多く億万長者を作っていきます。というところで、今回はですね、こんな自由な生き方をするのも、どこまで持つのかなっていうところなんですよ。というのはね、尖閣諸島がね、ちょっと荒れてるんですよ。嫌な感じですよね。多分一生懸命働いていらっしゃる方はそんなに気にしてないと思うんですよ。それどころじゃないと思うんですよね、国際とか政治とか。本当にね、忙しくさせられてるがゆえに、いろんなものが見えなくされてるんじゃないかなと思うんですよ。暗号通貨のディファイとかも多分ね、知らないんじゃないかなと思うんですよね。これね、とんでもない仕組みですよ、暗号通貨のディファイなんて。これじゃ大富豪がどんどん生まれるわみたいなね。当然そこに私も入りますからね。余剰資金と余剰時間と余剰勉強時間があるんで、もうしっかりと捕まえていきますね。いや、なんかね、 YouTube をバシバシ撮るのもね、私の一つの楽しみですよ。でもその YouTube の中のネタがどん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 変わっていって、まあ、一貫してるのは稼ぐネタってことですよね、なんかその人間関係を稼ぐのか、お金を稼ぐのか、時間を稼ぐのか、なんかいろいろとありますけどもね、いやー、これからもね、しっかりやっていきたいなと思いますね。ちなみにですね、島根県知事、本当に素晴らしいと思います。島根県知事が今度のね、東京オリンピックはどうなんだというふうなね、疑義を投げて波紋を呼んでるわけなんですけども、いやー、素晴らしいですね。やっぱね、物を言える人物でありたい、そうですね。政治家だろうが、ビジネスマンだろうが、自分の信じたことをきちんと言葉にできる、そして実行できる。本当に当たり前っちゃ当たり前のことなんですけども、その当たり前のことができてないのが人類ってものなんですかね。争ってみたり、人の足引っ張ってみたり、悪いコメント書いてみたり、人に喜ばれることをしなさいと私たちは教わったはずなのに、人の苦しむことを意図してやる動きがありますよね、ゴキブリを食べるのはどうなんですかね。いや、私は想像したくないんですよ。そういう発想すら耳に入れないでと思っちゃいますね。レベゼン地球さん、でもすごい人ですね、なんかね。3兆円稼ぐって言ってますしね。と、いろんなことを詰め込んだ動画でございました。いってらっしゃい。